皆さんこんにちは、カムイートの赤き稲妻こと達子です。いやー、今日もね、本当は二人実況しようと思ってウダ呼んだんだけど、あいつやっぱちょっとおかしいな。なんかね、ここうちまでね、馬で来てるらしいんだ。馬で途中干し草なくなったから探してるとか言って、時間かかってるとか言って、なんか LINE 来たのよ。やっぱあいつおかしいんだよね。ちょっとどっか、まあちょっと、まああいつのことをね、一旦ほっといて、ちょっとソロプレイってなってしまいますけど、やっていきます。どうぞお付き合いください。本当に、じゃあね、前回変なね、顔長い人来て、なんか愛をラブか、ラブ集めろとか言ってたんで、行ってみましょうか。ちょっとね、あれ、おばあちゃんと犬外出てきたね。話しかけようか。そ、おばあちゃんが焼いたクッキーは、あれ、なんかこの間もらった気したけど、まあいいか。お、なんか左上になんか月のこのアイコンみたいな出てきてるね。なんね、あるね。まあちょっとこっからついに冒険が始まるという感じですが、お、スライムだ。あっち行っちゃったな。まあラブ集めろっつってもね、結局何をどうすればいいのかってさっぱりわからない状態だよね。お城&城下町、こっち一回ばあちゃんにも会ったことで、服もね手に入れたし、城下町行ってみようか。これでみんなに見える状態にはなったからね、なんか変わるんじゃない、これ。あれ、城下町なん、こんなんだっけ、こんなんか、あ、いた、よっしゃじゃんこれ。お、いけるね。何か変わったところはないかなぁ。いた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 。なんだこいつ、ふってぶてしい勇者だね。ここは何なの、入れんの。お、入れた入れた。なんかお店とかそういう感じかな。あ、寝てらっしゃる。うー、フローレンス、むにゃむにゃ。フローレンス、まあさっぱりだね。何もわからないね。あ、宝箱ある。やったー、フローラの MD をゲット。 MD ってあのミュージックディスクだっけ、あの2000年代ぐらいに流行ったあの MD のこと言ってんのかな。懐かしいな MD って。まあ、その時代のねゲームだから MD もねあったりなかったりだよね。フローレンス、フローラ、なんか関係あんのかもしれんね。ちょ、なんか探してみようか。お、なんかここあるよ、探査空っぽ。あー、はいはい、こういう風にねちょっと探して何かアイテム手に入ることもあるね。慎重に行こうね、これね、じっくり見ていきたいね。お姉さん。あら、カム太郎。あれ、知られてるね。じゃないわよね。だってカム太郎は死んじゃったんだもんね。ん？やっぱ仕事になってんだ。あ、フローラの MD のフローラじゃん。フローラというの、公園で花をやっているのよ。マジ？フローラ、この家の人ってこと？お、これ中入ってく感じじゃねえ。ちょっと行ってみようか。なんか起きる。おお、部屋入ってく感じあるね。ちょっと、部屋までストーキング。これ何？おお、こんなとこまでついてきちゃった。ん？ん？ゲームなんで？いや、ちょっと待って、ちょっと待って。どういう、あれ？今のゲームオーバーか。ちょっと待ってね。ちょっとわかんねえな。今のゲームオーバーになるシステム。なんだ？なんか、なんだ？なんか、ストーキング的な悪いことしたらダメ的なこと？
ちょっと待って、ちょっとまだシステムが分かってないなぁ、これ。これ、ちょっと難しいことになりそうだなぁ。あ、スライム、スライム、スライム。あー、結構、ここ、さっきと同じだなぁ。いやぁ、ちょっとまだ分かんないねぇ。それじゃあ、ここ、これどこ行ったんだ？あ、で、ここから出てくるわけね。はい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 。で、ちょっと一別されて、なんじゃこのクソ野郎という気持ちを抱えながら、さっきはこの家に入りました。で、ここで、あ、寝てるね。で、フローランス、むにゃむにゃ言うとりますがな。で、ここで上に行って、宝箱からね、MD を手に入れたわけですよ。見た感じ CD だけどね。まあいいや。で、ここら辺なんかフローランスなんかやってたなぁ。これ、手に入れるのを姫にフローラが帰ってくる的なスイッチになってんのかな、あれが。ちょっとね、いろいろ考えてやっちゃうけどね、これわかんないね。こう見えても私はインテリアで。ちょっとわしの話聞いたらどや？いいでしょう。素直な子やね。そういう気持ちを忘れたらあかんで。ところでアンさん、カム太郎やろ？おー、よう知っとりますな。アン来るの知っとったで。アンさんにいろいろ教えたろうと思うて、待っとったんよ。まあ世の中いろいろあるけどな、どれから話したろかいな。どえらい重要な話でしょ、そりゃ。アンさん、世の中で一番大事なもんって知っとるか？いや、それもう、愛？だよね、うん、愛。アンさんはラブがないと息が切れて気絶する。そしたら人生ゲームオーバー。あ、さっきもし愛切れてたの？眠ってたところからやり直し。気ぃつけや。ほな、さいなら。今度、わしの家に遊びに来たらええで、歓迎するさかいな。とりあえず歩き回るこな。ひょんなことからラブが見つかるかもしれへん。ああ、さっきラブ、切れたんか、もしかして。ちょっとラブ、切れる前に、ラブを補充していかなきゃいけないっていうことね。ああ、少しずつ見えてきた。うわ、これラブの気配あるな、この困ってる人。俺っちホームレスのガセってんだ。なんで、おめえは。おい、それだけか。ちょっと待って、ラブ、どこにある？ラブ。ラブ探すぞ。全力でラブ探すぞ。僕はノージ、おもちゃの国からやってきた留学生なんだ。よろしくね。ところで君はどんなおもちゃが好き？俺コンピューターゲーム好きだよ、うん。コンピューターゲーム？そう。ゲームステーション。こう、話に乗ってく感じでいこうか。ラブね。ゲームステーション？知らないや。おっとっと、やばいやばいやばい。コンピューターゲーム。いいよね。ここは。知らないの？っていう、ちょっと盛り上げるパターンね。ここは正直に言っとこうか。ちょっとコンピューターゲーム探したいな。おっさんは？あ、イビリー岡田ね。相棒のフレッドは夜更かしなんで困っている。ちょっと待って。やばいやばいやばい。なんか歩みが遅くなってきた。ちょっと待ってちょっと待って。イビリーフレッドか。うん、眠ってしまった。ちょっとまずいな。やっぱあの、左上のあの、ね、三日月のところの右下になんか赤があるじゃん。あの赤があそこに行ったらまずいんじゃない？これ。ちょっと待って。ラブ足りてねえな。ちょっとラブ補充してえぞ。ちょっと。ラブどこかな？ラブ。頼む、ラブ。ちょっと、おっさん、ラブ。インテリ。ちょっと、ちょっと、
教えてくれ。ラブどこにあるかとか教えてくれへんかな。ちょっとぼちぼち重要な話。変な石が見つかった。そこにいろいろ書いてあったんや。アンさんが来ることとかその他もろもろな。わしはそれを伝えるね。待ってったちゅうわけや。ぼちぼち重要な話や。覚えときや。んー、ちょっとわからへん。やばい、これラブ見つけらんねえかもしれん。やばい、これまた、ああマジか。いや、ちょっと、いや、めげずに行くしかない。これめげずに行くしかないよ、これ。むずいなぁ。ラブちょっと、わかりました。だいたいわかってきました。この左上の、三日月のところの、なんか、今12時の方角にある赤い点。あれが6時の方 になっちゃうと、もうゲームオーバーになっちゃうと。ラブが足りないから。そうなる前にラブをどんどん貯めていかなきゃ。おスライムなんか右の方行き寄ったぞ。おちょっと今までと違う展開とか言ってる場合ではないんだよね。すぐに、すぐにラブの方、ラブを探さなきゃいけない。